皆さんこんにちは。みんなの釧路市消防本部チャンネルです。前回の動画に続き、水難救助隊員養成研修訓練の海洋実習編をお送りします。この日、訓練開始から3日目、疲れが蓄積し怪我のリスクもあるので、準備体操は入念に行います。それでは一発目の訓練、潜水装備の着装訓練を行います。今回は迅速に着装することより確実に着装することに重点を置いた訓練。背中のチャックはバディが締めます。水難救助隊員は基本バディシステム、何をするにもお互いが助け合います。なので信頼関係がとても重要になるんです。水難現場で着装するものはこちら。マスク着装、着装グローブ着装、着装完了まではおおむね3分。着装完了後、自分では確認できない部分をバディ間で確認します。マスクしてシュノーケルしてランニング一周着装完了からそのままランニング。水難救助現場には消防車両が近づけない現場もあり、500メートル以上走るなんてことも。これはそれを想定した訓練。寒冷地用のドライスーツは夏はとにかく暑いそうです。車来るぞ、左寄れ。腰には10キロの重りをつけており、さらに潜水活動をする場合には約30キロの器具を背負って走ることも。慣れていない養成隊員にとってはかなり辛そうです。水難救助隊員は強靭な体力も必要なんですね。次は入水訓練。入水地点に障害物がないかを確認してから入水です。装備品や体に異常がないことを確認して陸上に合図を送ります。そしてそのまま水面移動訓練。この日はひたすら水面移動を繰り返しました。養成隊員はよく溺れるので、現役水難救助隊員が並走し安全管理を行います。次は立ち泳ぎ訓練。10キロの重りを保持しながら泳ぎます。これは泳力の強化が目的。養成隊員にとっては最も過酷な訓練です。そして指導者も最も力の入る訓練です。最終目標は5分間保持です。使うな。水難救助隊員は水面や水中から人を救助してきます。泳力がなければ人を抱えて泳ぐことなどできず、自分の命すら守ることなどできません。自分の子供を持ってると思え。お
前沈んだら要求死ぬんだからな。はい。正しいフィンワーク。絶対助けるっていう気持ちがあれば大丈夫だ。ここから人命に関わる仕事に就く者のリアルな訓練現場をお見せします。よし、足気をつけるよ。昆布安全監視ね。はい、よー、操作ですね。大きく大きく、いいよいいよ、大きく、もっと大きく、顎上げれ。この時は顎上げるんだ。顎上げれ、結構上げれ。上見れ、上、真上だ、真上。おめでとうさ。大丈夫だ、続けれ。大丈夫だ。肩引きするな。顎上げれ。結構上見れ、もっと。手使うな、手使うな。みんな支えてくれる。大丈夫だ、できてる、ほら、できてる。大丈夫だ、大丈夫だ。OK。頑張れ、頑張れ、ほら、頑張れ、ほら、大丈夫だ、行け行け、オーケー、オーケー、はい、はい、はい。最後にご紹介するのは水難救助隊員にとってメインの訓練、潜水訓練です。水深10メートルの世界は彼らにとって未知の領域。潜水は特殊な環境下での活動になります。危険な現場も多いため気を引き締めて活動しなければなりません。不安や恐怖を感じることもありますが、自ら志願した道です。努力を怠ることなく一歩ずつ成長していってほしいですね。彼らは現在も継続して訓練に励んでいます。一線で活躍する水難救助隊員を目指して。仕方ない。